祝辞、新成人の皆様、ご成人おめでとうございます。八街市議会を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。輝かしい令和4年の幕開けとともに、本日ここに人生の節目として成人式を迎えられました皆様に対し、心からお祝い申し上げます。昨年は暗いニュースが続く中、東京2020オリンピックで本市出身の植草歩選手が空手女子組手で7位の入賞、またパラリンピックでは里見紗李奈選手がバドミントン女子シングルス、ダブルスで2つの金メダルを獲得し、私たち市民に大きな希望を与えてくれました。また本市は今年で市政施行30周年の節目を迎えます。今年こそは良い年になるよう願う次第であります。新しい時代を切り開くのは、いつの時代も若者の柔軟で斬新な発想と行動力、情熱、そして思いやりによる挑戦です。高い志と熱い情熱を持って輝かしい未来へと前進し、日本がこれからさらなる進化を遂げるため、皆様の若い力を存分に発揮していただけるよう大いに期待をしております。最後になりますが、本日成人を迎えられました皆様の今後のご活躍をご期待いたすとともに、皆様の前途が幸多きことをご祈念いたしまして、祝辞といたします。令和4年1月9日、八街市議会議長鈴木博美。